ジョーダン・ブラックモン・モンゴメリーは、アメリカ合衆国、サウスカロライナ州、サムター郡、サムター出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のニューヨークヤンキース所属。2014年の MLB ドラフト40目で、ニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで、プロデビュー。 A-9 スタテンアイランドヤンキースでもプレイし、2球団合計で10試合に登板して1勝1敗、防御率3.7920奪三振の成績を残した。2015年は A 級チャールストンリバードックスと A 級タンパイヤンキースでプレイし、2球団合計で25試合に登板して10勝8敗、防御率2.95132奪三振の成績を残した。 2016年は AA 級トレントンサンダーとトリブル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレイし2球団合計で25試合に先発登板して14勝5敗防御率2.1334奪三振の成績を残した2017年はメジャーのスプリングトレーニングに参加開幕を A 級短波で迎えたが4月12日に メジャー契約を結んで25人枠入り。メジャーデビューとなった、同日のタンパベイレーズ戦で先発して4.2回を3失点の投球だった。2試合目の4月17日のシカゴホワイトソックス戦でメジャー初勝利を挙げた。その後も先発として投げ、トータルでは29試合で9勝7敗、防御率3.88とメジャー1年目から結果を残した。 2018年5月1日のヒューストンアストロズ戦で1回を投げ終えた後、肘の針で交代し、次の日には、屈筋の針で故障者リストに入り、復帰には6から8週間かかる見込みと発表された。しかし、6月5日にトミー・ジョン手術をするため全休することが発表された。2018年は6先発で、2勝0敗防御率3.62という結果に終わった。 2019年は前年の手術により開幕は故障者リストで迎えた。9月15日に復帰した。2020年は守備面で AL の投手最多である3失策を記録した。速球ではツーシームが主体で変化球ではカーブ、スライダー、チェンジアップが持ち玉。メジャーデビューした2017年にヤンキースで監督を務めたジョージ・ラルディは ジョーダンは4つの球種を持ち、球筋の角度がすごくいいんだ。198センチの左腕だからね。カーブや、カッターなどの変化球をとてもうまく使うし、チェンジアップもいい。速球のコントロールが決まるときは最高だね、と、モンゴメリーを評価している。ありがとうございます。